帯広競馬場は第36回万栄大賞典のスタートを迎えています。さあゲートが開いて飛び出しています。3歳は三冠の第一関門になります。精鋭八頭が間もなく最初の障害でやります。とうちの方から赤い帽子目下三連勝中と勢いがあります。富士大ビクトリーを先頭に後続の七頭もすんなっと第一障害を抜けて一二障害の中間点に向かいますが、各馬早くも一旦刻んでいます。ほとんど離れていません。馬場水分が 2% ちょうど、まだ8頭がほとんどさなく一二障害の中間点を過ぎようとしています。心持ち夏の暑さが戻ってきました今日の帯広競馬場。しかしようやく涼やかな風も吹き始めています。その風を受けて各馬が一二障害の中間点から徐々に万栄ポイント第二障害に歩を運んでいます。3番の富士大ビクトリー、内からは休み役のレッド富士、しかしさなくほとんどさなく8頭がいよいよ第二障害に集まりました。一息入れて赤い帽子3番の富士大ビクトリーから動いています。さあ激しく入沢指導行から動いて富士大ビクトリー、あーっとその外から追い込んだ、ちょっと追い込んは膝をついて3番の富士大ビクトリーが先頭で第二障害を抜けています。それから外から上の宝駒、その外からさなく上がり馬鷹の天竜が続きます。そして5番の札のコーネル、そのうちからオイドン、今のところ5番手、この辺りで前固まりまして残り30、わずかにニュータカラコマか、その外から鷹の天竜馬体を合わせて一気にこの辺りで先頭に躍り出ました。先頭は7番の鷹の天竜、と6番のニュータカラコマ止まって、うちから藤田ビクトリー2番手、そしてじわっとオイドン差を詰めてまいりますが、7番の鷹の天竜残りわずか、7番の鷹の天竜が押し切って、その後、懸命に富士大ビクトリーに粘った、オイドン追い上げましたが、ニュータカラコマは3着止まり。そして、オイドンはもう一つ最後伸びません、止まります。その外から船のコーネルが出てまいりまして、今、ゴール前、4着で入線しました。そしてその後に追い込んでやります。7番の鷹の天竜です。ついに嬉しい重賞制覇。前哨戦の十勝馬ダービーの勝ち馬、見事についに重賞制覇でやります。第36巻万栄大賞典を制しています。まずは一冠目を取りました。確定発表がありますまで今しばらくお待ちください。